始まりました。かなとみほです。はい、はい、今日はなんととみこっとの中の日向坂カフェに来ております。期間限定ということで、はい、日向坂カフェがオープンしているっていうことなので、ちょっと気になりますよね、うん、フードメニューがいっぱいある、いっぱいある分なんだけど、うん、春田日のイエローカレーとか、この、まあ、日向のことここが生姜焼きプレート、うん、あと約束の卵オムライス、多分ね曲名にかけとると思うよ。確かに歌詞とかにありそうよね。歌詞とか曲名に絶対この一期生のって絶対あるはず。この3期でもなんかこう熱いステージと会場をイメージしたとか、あなるほど、あほらやお日様の約束のカレーの地をイメージ、なるほどね。だからそういうカフェって結構最近アイドルのカフェみたいなのって全国にできてて、うんうん、なんかそういうね、なんかこうメニュー表だけでも楽しめる、まずファンの人が、すごいな、結構豊富だね、どっちも。なんかポップアップってさ、ちょっとずっと少ないイメージあるよ、少ししかないめちゃめちゃあるね、結構な量あるから、うん、絶対楽しい。しかも可愛いね、デザインが、ね、なんか電動のデザインしたりするのかな、可愛い。可愛い。今日はこちらを、回転させたという。そう、岡山で歌手活動されてて、クラフェスっていう大きい音楽フェスも開催されてる、はい、吉田拓海さんに今日はいらっしゃるので案内していきたいと思います。はい、イエーイ。拓海さんでーす。呼び込みがすごいです。今日はそう、いろいろ案内してくださって、そうですね、まずはご覧にありがとうございます。ありがとうございます。なんか46お兄様カフェをさせていただいております、うん、お名前吉永でございますけども、まあ、今回ですね、乃木坂に続く涙ということで、日向坂46とのコラボ、カフェということで、メニューももちろん、はい、メニューとグッズを、うん、この店舗だけしか味わえない、ものをたくさん用意しております。今時間制限で、そうですね、80分制になってまして、80分のうちにこう食事や、まあ、いろいろ中を楽しんでいただいて、80分終わると出ていただいて20分休憩がありまして、まだそこは80分次の方の予約となります。すごい、時間は予約で決まってますか？そうですね、南部南部って言われまして、そちらの方はホームページで予約できます。でもね、まずこの机から、あ、ね、そうなんですね、この机も日向坂仕様になってますので、可愛いですよね、色合いとかもね、デザインすごい、せっかくなんでメニューを開いていただいて、はい、いろんなものを見ていただきたいなと思うんですけども、しかもグッズ高さにここで見えるのってめっちゃ良くない？そうそう、どれ買おうかなって、そう、こうやって見る、それ持ち帰り限定になってます、ね、これに入れてもらえると、そうそうそう、注文したらもうこのままお渡しして、でもちろん飲んでいただいて、その後もちろん使っていただいてというね、いいね、はい、ただ僕のおすすめで言うと生姜焼きプレートなんですよ。これがそのコンセプトとか日向とかを知らないとか、もうそんなん関係なく純粋に生姜焼きプレートとしてめちゃくちゃ美味しい。すごい、それいいですよね、それはずっといい、そう、体にあるもんね、味が。あとはですね、まあ、ランダムにこの旗がですね、フラッグ、ご飯に刺さるフラッグがですね、ランダムにそのメンバーが描いた絵が、出るんですけども、まあ、それがもらえるっていうと、このイエローカレー、ね、あ、なるほどね、いや、それはちょっとみんなカレーが、カレーを食べちゃう、このうちのメンバーが出る当たるまでね、あ、ちなみにですけど、どのものを頼んでも1品に対して1枚コースをもらえるんです。あ、そうなんですか？そうなんです。だから例えば3個頼んだら3枚もらえるし、めちゃめちゃ、レイクが1で、そっちに全部かけ、うん、そうする、ビールをかけてあげ、そっちに、じゃあお願いします。緊張の面持ちです。緊張の面持ちで、それでは、はい、それでは注文してください。4品分のランダムコースター4枚何を願ってみたいな感じになってくれる。どうぞ、はい、せーの、誰だ、誰、宮田ちゃんだ、宮田ちゃん、高橋ちゃん、せーの、じゃん、小坂ちゃんと
森本ちゃん。森本ちゃん確かにやるわ。やるよな。私あと谷山さん好きなんですよね。私斉藤ちゃんが好き。斉藤ちゃんが好き。斉藤ちゃん。斉藤ちゃん、 斉藤ちゃんおらんの。斉藤ちゃんおらん。あと佐々木ちゃんもおらん。つられ。一個頼んだだけでも1枚は絶対もらえるってことだから。すごい。しかもその方針的。これ絶対飾ってしまう。そう。コースターなんかこんなの飲み物 OK ね。OK ですよね。じゃあまずは飲み物を、持ってきました。はい。あ、かわいい。こちらがバタフライピンク。かわいい。かわいい。で、こちらが、で、こちらがイチゴミルクと。かわいいね。で、こっち結構すっきりしてます。なんで、まあすっきりして、もうすっきりしすぎだなと思ったら白く入れてもらって。しかもこの杏仁豆腐がちょっと空っぽくてよくない？うん、かわいい。雲が浮いとるよね。杏仁豆腐はこちらのスプーンですくって食べてください。あー、なるほど。お待たせしました。さあ、こちらが生姜焼きプレートです。こちらでしょうか。じゃあこちらが日向の生姜焼きポカポカプレートです。めっちゃ可愛い。このフラッグがあの日向坂 の、 あのキャラクターみたいな、マスコットキャラクターみたいな感じでポカちゃんっていうらしいです。めっちゃ可愛いですね。でこうやってコースターを眺めながら食べるとね、って感じで。でも普通にあのなんていうかな、あのもうランチとして全然食べれるし、ちょっとお腹空いたなっていう時にも食べれる感じ。あとは普通にドリンクが普通に映える。かわいくない？かわいい。フラッグと一緒になったらすごいかわいい。これがなんかあるかないか全然違ってくる。全然なんかこうかわいさが、うん、フラッグいいね。うん、がっつりこれぐらい。生姜焼きを食べます。おいしそう。うん、柔らかい。柔らかい。美味しそう。生姜具合味も、うん、すごい濃くもないし、うん、薄くもないし、うん、ちょうどいいぐらい。すごい食べやすい。食べやすい。すごい食べやすい。茹で美味しい。さっぱりする。すごいさっぱり。はい、晴れた日のイエローカレーが届きました。イエーイ。フラッグは可愛いワンちゃんの高本彩香ちゃんのイラストが上がりました。可愛い。これはね、大事に汚さないようにこう横に置いて。持って帰らないといけない。はい。いただきます。あ、うん、見て、なんとさ、このなんだっけ、ターメリックライスなんて、まあ、両方ついてて、お肉もしっかり入って美味しい。うん、本当カレー美味しいもんね。いただきます。うん、あの、辛くない。あんまり。そうなんだ。うん。でも、なんだろう、スパイスはちょっと効いてるから、ちょっとしたピリッとさもあるカレーの。だけど、あ、甘め。なんか結構ね、甘いんだ。うん。辛いの苦手な人でもいけるんじゃないのかなと思う。うん。でも美味しいよ。辛いのがすごい好きだけど、美味しい。食べやすい。いいね。うん。いいね、これも。見て大きくない？ちゃんとしっかり。なんかよくさ、ペラペラのお肉の時あるじゃん、カレー頼んで、うん、ちょっとテンション下がるけど、しっかり大きいから食べ応えもちゃんとあると嬉しい。うん、鶏肉かね。美味しそう。いただきます。うん、どうやる。ちょっと味変わるね、やっぱりターメリックライスと食べると。うん、甘い。思ったより甘かった。さっぱりしとって飲みやすいです。これあのバタフライピーってさ、甘くないじゃん普通。でも杏仁豆腐入ってるからちょっとだけ甘くなってるかも。飲みやすい。いちごミルクはすごい甘い。うんうん、シロップつけてくれたけど、これだけでも十分。こっちはじゃあ甘い人向けだね。トマトは多分ミニトマトが嫌いなの。トマト、美味しいって言ってたんですけど、トマト、うん、美味しかったよ。
ちょうだい。美味しいから食べてみない、うん、これそのままかもしれない。スモモ？いや違うじゃん、絶対美味しい。美味しさのためのトマトって絶対美味しいよ。そうそう、太陽めっちゃ食べてみよう、食べてみよう。太陽めっちゃ当たってるけど美味しいよ。好きじゃないの、好きじゃないの、はい、はっつって美味しい、絶対美味しいよ。甘い、甘い、これ甘い、うん、じゃあ美穂も1個食べて。いやいや、でもせっかくさ、プレート頼んだからね、かなちゃんだから、かなちゃんが独り占めした方がいいと思うな。そうじゃん、そんな打ち合わせなかったよ。ちょっと違うね。話と違うんだけど。そんな打ち合わせかってやつ。どう？じゃあお店のカメラ。すげえ。どう？離れてくれないんだけど。下手ごと行く的な。あ、離れた。食べたすごい。小学生みたいな。1個食べたら2個も食べれるよね。学校の姉ちゃん。1個食べたら2個も食べれる。学校の姉ちゃん。腹立つ。大丈夫だよっつって。はい。行くん。でもこれ私食べたら落ち的にどうなんだろう。お。あ最終終わるのが9月の、30日。なるほど。なんで、まあ、そうですね、3ヶ月間、オープンしてるんですけども、前半と後半が分かれまして、8月の16日までが前半のメイン。うん、で、17日から、メニュー変わるんだ。はい、メニューが後半のメニューと移行しますね。ってことは、早く食べないと。そう、8月の16日まででしか食べないのがこれですね。これさ、じゃあ、早く頼むとダメだね。ね。早く来ないと。ぜひね、そうです、来て、かわいいし、映えるし、そう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 、かわいいし、ぜひ皆さん遊びに、とかご飯食べに来てください。立地もいいので、ぜひ。ニコットニコットの1階にあります。はい、はい、ということです。今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。